皆さんこんにちは、福島民放高橋としゃき競馬の話は今回が31回目ということになります、ね、ちょっと寒い日がね続いてますけれどもね、寒さを吹き飛ばすような競馬を期待したいなというふうに思いますけどもね。まずは先週の振り返りですけれどもね、これはまあうまくいったんでね、はい、ジャンプネギシステークス1400m だからということをしましたけどもね、まあ近根幹だか非根幹距離だかよく分かんないね1400m は割と特殊なスペシャリストがいますよというのをお話をしましたけれどもね、レモンポップこれで東京ダート 1400m が5戦5勝ということになりました。まあ正攻法でね、あっさりと抜け出して、で先行してた馬がねちょっとペースきつかったとはいえ、まあ印打ってたヘリオスとかオーロラテソーロとかテイムサウスダンとか前に行ったまあみんなレモンポップにお掃除されちゃいましたって感じの競馬でしたけどもね、強い競馬でしたが、2着がギルデッドミラーで、これは武蔵野ステークスマイル戦の時には逆転してたんですけども、まあ、今回は差を詰めてきての2着ですが、やっぱりあれあと200あったらどうなんだろうなって感じはあるよね、あれはね。で、3着がバトルクライで、まあ、これはいつもの通り立ち回りのうまさを生かした競馬だったというところでね、まあまあなんとなくこの上位3頭の競馬かなというふうに思ってたこの3頭で決まってくれたなという感じがします。レモンポップは、一応フェブラリーステークスに登録予定ということで、週明け週末ぐらいですかね、来週の末ぐらいに、出費をはっきりさせるということのようですけれどもね、実は戸崎騎手はフェブラリーステークス、スバルステークスでバトルクライと一騎打ちですよと、ね、この時間何度も話したドライスタウトにフェブラリーステークスは騎乗するということで、まあ、レモンポップまだジョッキーが誰になるかわからないというところも含めて動向に注目なんですね。でやっぱりその距離の問題っていうのはねちょっとつきまとってくるのかなという感じがします。マイル戦で押し切るのかどうなのか、これがやっぱりこの馬の一つの壁ですし、まあ、出走してくること条件でねちょっとお話してますけれど、そんなことで、うん、まあ、このダートのマイル戦非常にね、ここから先どういうふうになってくるかちょっと注目だなという感じがしてます。はい、続いてはシルクロードステークスですが、こちらはジャンハンデ克服、ね、やっぱり重いハンデ背負ってる馬がたくさんいてね、それも4歳馬が結構きついハンデだったでしょ。これがどう出るかなというふうに思ってましたけれども、牝馬で 56.5kg を背負ったナモラクレアがね、まあ実に強い競馬で鋭く突き抜ける競馬でしたね。1分7秒3の時計も非常に速かったというふうに思います。2着のファストホースがねちょっとびっくりしましたけれどもね、このところサス競馬を覚えつつあるという段階でのね構想ですから、客室に幅を増して成長してきたなというところだと思います。3着が一番人気になってました逃げたマットクール、こちら56キロでしたからね、ハンデこちらの方が有利かなというところで人気にもなりましたけれども、ちょっと強気な競馬をして最後踏ん張りきれなかったかなというところかなと思います。期待した東進マカオは4着ということでね、こちら 58.5kg、外枠こういったところが響いてるかな、まあ、あとちょっとこう競馬としては大事に行き過ぎたかなというところもあったと思います。ウィン・マーベルがね59キロで7着ということでした。まあやっぱこの馬の59はさすがに背負いすぎかなっていうところはあったと思いますね。スプリンターズステークス2着という実績で、おそらく去年までなら58キロだったのがプラス1キロ。そしてこの馬が59キロと決まったところで、ナムラクレアや、東進マカオのハンデもちょっと決まってったのかなと、コンマ5差をつけてというところだったんじゃないかなというふうに思うんですね。で、再三ね、ここまで金量の話、ハンデ戦の話ということは、この時間でもしてきましたけれども、僕の印象としては、やっぱり重いハンデを背負った馬の中身やっぱり考えなければいけない。日経新春杯を勝ったベルトライゼンでの59キロと今回のこのシルクロードステークスのウィン・マーベルの59キロ、果たして59キロではあるんだけれども、この2頭の59キロのニュアンスがどうだったかなっていうところですね。
まあ、そこら辺をどう見抜いていくかというところが一つ後半で戦の攻略の鍵になるかなというふうに思います。ただ重いハンデ背負う馬は結構来てます。やっぱり名村から 56.5 キロで来たわけですから、これはもうね 56.5 キロでこの時期の4歳牝馬が勝つということは相当強いということですから、僕は東進馬鹿を期待してましたけど、短距離先生の主役は名村クレアかなというふうに思うぐらいの内容だったというふうに思うんですね。ただね、軽いハンデの馬、軽ハンデの馬はやっぱりざっくり1キロゾーンなわけです。52キロの馬が53背負ったり、53だったはずの馬が54背負ったりっていう、この1キロはむしろ軽いハンデの馬の方に負担が大きいんじゃないかなっていうのが、やっぱここまでのハンデ戦の印象ですよね。ですから上下見ながらどのあたりが有利なのか、あんまり有利な馬がいないような時にはやっぱり重いハンデ、この馬の力ならこの馬のこのハンデをこなせるかなっていうね、そこら辺を見極めながらやっぱり力のある馬を狙っていった方が、この金量問題の攻略はね、それが正解なんじゃないかなっていうふうに今のところは僕は思ってます。シルクロードステークスの結果を見てちょっと考えたところですけどもね。はい、はい、では続いて今週は、今週の競馬行ってみましょうかね。はい、まずは東京新聞杯ですけどもね、じゃん、強気ということで、まあずっと本命って期待してるね、ナミウルトからマイルチャンピオンシップ本命打ってね、実に悔しい競馬だったジャスティンカフェと、困りますよねこういう2頭が一緒に使ってくるとね、悩みます、悩むんですが、まあ変な言い方ですけど、どっちが来たら悔しいだろうなっていうことを考えまして、そりゃやっぱりずっと本命打ってるナミウルだよなと、ここで本命打たずにナミウルに勝たれたらこんな悔しいことはないんで、まあ、最終的に2択はナミウルということなんですが、力強く背中を押してくれたのは高野智和調教師でしたけれどもね、まあ、ナミウルの今季初戦ということでね、どんな感じでしょうかというようなことだったんですがね、まずはね、食べることに気持ちが向かってるような感じがしますということなんですね。体増えてるということはないんですけども、以前はねやっぱりなかなか食べてくれなかったり、やっぱそういうことがあったんですが、ようやくそこら辺がね、しっかりしてきて、で強い追い切りを考えた通りに消化できるようになってきてたというのは、まあ、これ去年の秋もそうだったんですが、引き続きそういう状態ですね。でエリザベス女王杯以来になるんですけれども、非常に仕上がりはいいですということです。それから右回りもこなせないわけではないんですが、秋華賞の時にちょっと外に膨れたりしましたよね。それと比べれば左回りの方がスムーズですということですね。やっぱり秋華賞や、オークスや 2000m 以上の距離よりはやっぱりね、3勝全部上げてるマイルの方がこのまま多分いいと思いますしね、まあ、僕はやっぱりね、去年一昨年か2歳の秋の赤松賞の競馬ってのはむちゃくちゃ強かったんですよね、東京のマイル。でこれでこのままは来年 G1 楽しみだと思ったぐらいですから、やっぱ東京のマイルっていうのは 今このままの現状ではベストの条件じゃないかなと思います。でね、やっぱり体がこう大きいわけでもないですし、でその筋量問題ですね、ずっと触れてますけど、4歳牝馬で56キロ背負うということで、これがどうなのかなっていうことだったんですが、田野先生ですね、強い馬なんで56キロは問題ないですね、非常に強気な一言をいただいた、これなら自信持って本命出るなという感じがしてます。まあやっぱりそれだけの馬だということだと思いますね。そのレベルの馬ですから、この辺りで筋量がどうこうっていうことではないんじゃないかということだと思います。確かにオスも相手ですしね、相手強くなるわけですけれども、今年のナミウルのね路線を占う意味でも、ここでオスも相手に強い競馬してくれれば、まあ、春はねビクトリアマイルですか、安田記念ですとか、その東京のマイルでね大きいですが控えてますからね、その辺りで、いい競馬してくれるんじゃないかな、そういった期待も含めてここはナミウルから行ってみたいと思ってます。で相手はねジャスティンカフェですけどもね、もうこれはもうマイルチャンピオンシップの振り返りでもお話しましたけれどもね、絶好の手応えでは、あのうち前が空いてくれたらっていうところで前がキュッと閉まりましたねまあブレーキは大きかった、でそこからもう一回追い出したんですけども、やっぱり勢いがついてきたところで一回ブレーキ踏んでますからね、
あれがなければマイルチャンピオンシップ僕はセリホスと際どい競馬になってたんじゃないかなというふうに思うんですね。でやっぱり東京のマイルでね、この馬非常に去年の春強い競馬してくれてますし、毎日王冠の2着東京の 1800m でも強かったですから、間違いなく直線の長い東京の舞台というのはこの馬合うと思いますしね。まあ、ナミュールの56キロを考えるとこの馬はオス馬で57キロですから、まあ、こっちの方が実質的には1キロ軽いわけですからね。金量面はジャスティンカフェの方が恵まれているというところもあります。あとはナミュールとジャスティンカフェどっちが切れるか、そういう競馬になるんじゃないかなというふうに思ってます。もちろん逆転もあるとは思ってますけれども、今回はこちらは2番手の評価というところです。で3番手がねピンハイで、エリザベス女王杯やっぱりこの馬もナミュールと同じで、ね、道割るということもありましたし、こちらやっぱり距離がちょっと長かったかなというところもあると思います。まあ、あの3歳春もね差のない競馬をしてきましたし、なんといってもこの馬、あの秋華賞当日のね西宮ステークスの競馬がものすごい強かったです。あの競馬見てれば間違いなくもう重賞級だというふうに思いますし、まあ東京のいい馬場でね前の戦ならばこれも能力全開というところじゃないかなというふうに思います。あとは、潜在能力の高いインダストリアですね。まあ去年の NHK マイルカップあたりも僕は期待した馬だったんですけども、まあ、ようやくこうここに来て本物になってきたかなという感じがしますしね、追い切りも素晴らしかったですから、まあ、この馬の潜在能力の高さというのには注目したいなというふうに思ってます。あとはね相手なりに切れ味を繰り出すエアロロノア、京都金牌もね、非常にいい競馬でした。それからプレサージリフト、京都金牌の3着はちょっと仕掛けが早かったかなという感じがしましたけれども、客室に幅が出てきてますし東京コースは合うというふうに思います。それからね最後の白三角は田辺騎手の桜トジュール、まあ、あの面白いと思うんですけど、うん、ちょっと相手は強くなりますね今回っていう、この控えめな感じがいいかなっていうね、ふうに思ってます。まあ一戦ごとにね切れ味が出てきてますんで、まあ、うまく足を貯める競馬で一発というのがあればこの馬かなというふうに思ってます。東京新聞杯に選手でもここはねもうナミュールジャスティンカフェ、まあ、この2頭で勝負したいなというふうに思ってます。はい、最後は如月賞ですね。ちょっと頭数が寂しいんでね、ここは絞りたいと思います。じゃん、一騎打ちということで、フリームファクシーですね。まずはルーラシップ産駒なんですがね、お姉さんがディアドラ、秋華賞を勝ってヨーロッパの中距離 G1 も勝った馬ですけれどもね、非常に切れ味もあってパワーもあってという馬だったんですけどもね、こちらもここ2戦の競馬が非常に強いですね。スケールを感じさせるなというところです。今のところね これだというクラシック候補がなかなかいない今年の、3歳世代だけに、この馬がここでね強い競馬をしてくれると一気に、クラシックの主役というようなことになってくるかなというふうに思いますね。一応この馬のスケールの大きさというのに僕は注目しています。で相手がオープンファイヤーですね。これはディープインパクト産駒最終世代、牝馬はね、ライトコンタム、オスまではこれがこのオープンファイヤーということになってくるんじゃないかなというふうに思ってるんですけども、まあ新馬戦もね強い競馬しましたけれども、前走のアイビーステックス3着だったんですがね、まあちょっと位置取りの差で負けたようなところもあるし、この時のサンハロン33秒3の足というのはさすがディープ産駒というね、そういった競馬をしたというふうに思います。まあ、トースも手ごろですし、2000m も全く問題ないと思いますんでね、まあこの2頭の決め手比べどちらが勝つかというところじゃないかなというふうに思ってます。3番手は、阪神 2000m のエリカ賞を逃げ切ったレミージュで、まあやっぱりマイペースの競馬ができそうだなというところですね。ですからこの馬を楽に逃がすようですとね、フリームファクシーあるいはボンファイアがね捕まえきれないという場面が出てくる可能性がある。やっぱり前に行く馬というのはねショートススローペース必至ということであればやっぱり注意したいところだと思いますね。あとは未勝利の勝ちっぷりが強かったローゼル、まあ、素質秘めてると思いますんでね、まあせいぜいこのぐらいまでのところで8頭立てですから止めておかないとなという感じですね。まあねこれは生まれもつかないと思いますから、3着をレミージとロゼルに絞って、
1、2着、3連単でしょうね。で、ね、こうやって踏み込むとあんまりいいこと僕はないんですけども、フリームファクシー1着、オープンファイヤー2着かな。まあ、で、その逆はあくまで抑えぐらい。まあ、3連単なら4点で済みますからね。そのぐらいに絞らないと、ちょっと馬券的には買い目がないかなというふうに思ってます。はい、ということで、今週は重賞2つを見てきましたけどもね。個人的にはね、すごく波ウルがね、今年のロセオ占い見でもどんな競馬してくれるかということで、年明け初戦非常に楽しみにしてましたんで、高野調教師に「おめでとう」という一言がかけられればいいなというふうに思ってますけどもね、結果注目したいと思います。また来週です。